telepath, the ability to read minds. Kodaike has a marvelous power. There's a girl who doesn't know the facts yet. Moso Joshi. 口下手な妄想女子、平野キエ。彼女は超名門、Kodaike家の王子様に妄想する毎日。実を言うと彼は王位をめぐる陰謀に巻き込まれた王族の青年。妹のシゲ子と弟のカズマさん、おそらく彼らはヴァンパイアの一族で。そんなキエの妄想はテレパスの彼らには筒抜けだった。あなたは右、私は左。キです。僕も。え、私は反対です。後悔するのはあなたよ。乾杯。テレパスのこと話すの。僕は今まで誰かの心の中を覗きたいと思ったことはない。キエだけだ。僕と結婚してほしい。テレパス？あんなバカな空想全部知られたら恥ずかしくて死ぬ。死んでる。読まれる方の気持ち三政さんに分かる？ちゃんと話せよ。結婚するんだったら分かるもの、この人だって。果たして二人は心を全部見せて結ばれることができるのか。大好きです。ごめんなさいです。お前じゃない。Kodaike家の人々。